岩見駅は、鳥取県岩見郡岩見町大畑浦富士国次に、ある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。当駅には、鳥取駅発着の特急、浜風が停車する。明治末期に山陰本線が西から延伸してきて、1908年に鳥取駅まで開通した。その後、海岸線を通って東を目指すルートが計画されたが、岩井村では、 山陰道に沿って岩井温泉を通り山中を抜けて田島へ出るルートを陳情した。岩井村の進める山川ルートと浦府村浜坂や豊岡が押す海川ルートとの間で誘致合戦になったが岩井付近の農民の反対や海側の方が建築費用が安いこともあり道案の間を取ることになった。この結果浦府村と岩井村の中間地点 温泉地からは直線距離にして 4km ほどのあたりに駅ができることになった。駅名をめぐっても岩井村と浦府村との間で争いになり、桂太郎首相によって岩見駅という名称に定められた。駅名表単式と島式の2面3線のホームを持ち、列車交換や退避が可能な地上駅。駅舎は単式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、 古戦橋で連絡している。鳥取鉄道部が管理する無人駅で自動券売機がある。駅係員は週に2に3回程度朝の一部時間帯に駅業務を行う。2021年3月12日までは JR 西日本4号メンテックによる業務委託駅であり、窓口にてポスター末による発見も行われていた。 駅舎は1910年6月の開業当時のもので、あるが1994年の天皇訪問に先立ってリニューアル工事が施された。駅自体には便所は設置されていないが、隣接する岩見町観光案内所に男女別の推薦式便所がある。1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線、3番乗り場が上下副本線である。 3番乗り場は一部の鳥取方面の普通列車が線路保守のために使用する。なお、3番乗り場は浜坂方面の発車も可能であるが、営業列車での設定はない。夕方以降は無人になるため、普通列車は車内での運賃収受になる。特急、浜風、臨時快速、山陰海岸ジオライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。 映画、リアリズムの宿のラストシーンのロケ地として使用されたほか、アニメ、フリーに登場する岩飛駅のモデルとなっている。ありがとうございます。